笑いコンビ南海キャンディーズの山里亮太が21日深夜放送の TBS ラジオ水曜ジャンク山里亮太の不毛な議論毎週水曜深1時に出演。足りない2人の相方であるオードリー若林正康が18日にラジオイベントオードリーのオールナイトニッポン東京ドームを行ったことを受け率直な感想を口にした。2009年にお笑いライブ潜在異色で生まれ、2012年足りない2人、14年もっと足りない2人、19年さよなら足りない2人、20年足りない2人2020春夏秋冬と題した日本テレビ深夜番組やライブを通じて漫才を披露してきた2人。21年5月31日、明日の足りない2人をもって12年に及ぶコンビ活動を終了イコール解散したキング&プリンスの高橋海人、コイコールはしご中が若林正康、ストーンズの森本慎太郎が山里を演じる日本テレビ系連続ドラマだが情熱はあるも放送されるなど解散後も話題を振りまいている。